おお、久しぶりじゃねえか。ちっこい姉ちゃん。ようやく諦めてくれたのかと思ってたのによ。何度でも通うと言った手前から疎遠になってしまってすみませんでした。その辺の事情はお手紙で説明させていただきましたが、来られなかったことは事実ですので。ああなあ、あんたも仕事抱えて大変だとは思うが、約束はちゃんと守らんとな。てなわけで、約束を守れなかったやつを中に入れるわけにはいかねえな。さ、帰ってくんな。はい、今日はこれで失礼いたします。親方、嬉しそうだったな。え、私には怒ってたように見えましたけれど。いやー、私にはわかるよ。あんたから手紙が届いてからずっとそわそわしてたからね。今日もダメか。ほんと、遺跡の石みたいに頭固いんだから。あのですね、マリオンさん。おっと、アシャちゃん、ちょっと待った。え？残念だったね、マリオンさん。仕方ないわ。親方さんの言う通り、約束を守れなかったのは私なんだから。でも、まだまだ、これからも通い続けます。うん、それがいいよ。あの通りの頑固親父だけど、懲りずに通ってあげてくれるかな。え？ええ、何度でも来ますけれど。はいよ、またおいで。レシナさん、あれでよかったんですか？どうだろうね。親方の楽しみを取っちゃうのもね。それに前にマリオンさんの言ってた仕事は実はもう済んじゃってるんじゃないかな。例の良好な関係を築くってやつはね。良好な関係にはあんまり見えないですけれど。ま、私らは陰から見守っておこうよ。